前澤さんが昨日ツイートされたことがヤフーニュースになっていて、前澤友作氏、CG じゃないよ、笑い。新たな地球一周動画を公開し、宇宙行ってない説を笑い飛ばすと。まあこういうことがニュース記事になってるんですけど、この地球一周動画っていうのはタイムラプス動画なんですよね。前澤さんが滞在している窓の向こうに見える地球の日の出から日の入りまでみたいな、その地球の一周90分をタイムラプスにして、最初に投稿したのは20秒だったんですけど、今回新たに疑惑を持たれたので、これが証拠ですよっていう感じで出してきたタイムラプスは1分間ぐらいあったんですよね。で、このタイムラプス、まあ疑惑を持たれたから多分出してきたっていう感じなんだと思うんですけど、これを見て僕は余計に疑惑が深まってしまったんですよね。それはどういうことかというと、まず太陽沈むんですけど、まあこういう感じで沈むんですけど、こう真っ暗になるんですよね。で、この真っ暗になってから次に太陽が出てくる感じがこういう感じなんですけど、この太陽がいなくなってから次出てくるまでの間に約10秒ぐらいあるんですよ。この前澤さんの動画だけでも10秒ぐらいあるんですよね。でも前澤さんの動画の始めと終わりにその夜の部分があるので、角度、太陽が隠れる角度的に僕はちょっとカットされているように見えるんですけど、それはわからないので、前澤さんの10秒、この10秒として考えたとしてなんですよね。タイムラプスっていうのは90分を1分間に縮めてるんですよ。っていうことは、1秒が1.5分っていうことなんですよね。で、太陽が地球の向こうに隠れてしまった、まあ日が沈んでる状態、いわゆる夜ですよね。星が見える状態。この状態が1回の夜につき15分あるっていうことが、このタイムラプスを見ればわかるんですよ。で、ISS は1日に地球を16周するので、それを考えると15分かける16回なんで240分、時間にすれば4時間、前澤さんは真っ暗の夜の状態で窓の外に星を眺めることができるはずなんですよね。これ計算したら出るのでしょうがないんですよ。前澤さんが新たに公開したタイムラプスでは太陽が隠れてる時間が約10秒ぐらいあるんですよ、実際。その間は 星が見えるはずなんですよね。で、前澤さんは先日20問ぐらいの質問にお答えしますという動画を投稿されて、思っていたのと違うことってありましたか？みたいな質問に、なんと答えたか。星空が全く見えませんでしたと答えたんですよ。ただ、その後いろいろごちゃごちゃ喋って、最後にもう一回、あまり思ったよりは見えなかったってちょっと言い直してはいるんですけど、その質問を聞かれた、即答したのが、星空が全く見えませんでしたと。全くって言ったんですよ。全くと。おやおやおやと。ほんまですかと。なるんですよね。なんせ、大気っていう星の光を遮る空気ですよね。の層があったとしても、まあ前にタイムラプス撮った時にも紹介したんですけど、この星空、これぐらい星って見えるんですよね。で、カメラの性能によって星が見えないんだっていう人結構いるんですけど、僕のこの安物の携帯でも ISS 映るんですよ。地上から。大気がすごく邪魔してるますよね。地上400キロにある ISS を撮影できるんですよ。見えますよねと、星。っていうことなんですよね。より一層疑惑が深まってしまったんですよ。約4時間も夜の時間ありましたよねと。で、前澤さんって宇宙行ってる間圧倒的に暇だと思うんですよ。他の宇宙飛行士はミッションがあるので、仕事なので忙しいかもしれないんですけど、前澤さん遊びに行ってるんですよね。遊びに行ってる割には遊ぶとこ少ないんですよ。ホテルの一つのフロアの廊下分ぐらいしか前澤さん動き回れるスペースないんですよね。暇だと思うんですよ。圧倒的に12日間も行ってるので。これ星空を何としてでも見てやろうと思ったり、僕やったらするんですけど、興味がなかったのか、それだけのチャンス。15分間も日が沈んでいて夜の状態になるのが、16回、240分、4時間も、このタイムラプス、前田さんが新たに出してきたタイムラプスを撮影した日にはあったのに、星は全く見えませんでしたと前田さんは答えました。
で、さらに疑惑を深めたのは、前澤さんは到着した翌日にタイムラプス動画を出してるんですよね。そのタイムラプスも同じように、この地球があって、その向こうに太陽がぐるーっと回る感じでタイムラプスするんですけど、こう太陽がこう隠れたら夜になるんですよ。で、次出てきたらまた昼になるっていうんですかね。でも最初に投稿したタイムラプスでは、この角度的にも太陽が隠れてもう1秒ぐらいでまたすぐ出てくるんですよ。もうほんの一瞬しか太陽が隠れなかったので、確かに前澤さんが言うように滞在している間は白夜の時期に入るから、もう太陽が出っ放しになると、だから星があまり見えなかったって答えたんですよね。前澤さんはわかるよと、初日にその状態だったら、そらもうどんどん太陽が出るようになってしまって、もう地球の向こうに太陽が隠れてくれなくなると、それはわかりますよね。そうなっていくのかなと。しかしなんですよ、前澤さんが後で出してきたこのタイムラプスっていうのは別の日に撮りましたということなんですよ。最初に出してきたタイムラプスより日が経ってると僕は思うんですよね。その最初に出してきたタイムラプスの前の時っていうんですかね、到着した瞬間にもいきなりタイムラプス取り出したっていうわけではないと思うんですよ。なんせ到着した次の日にもタイムラプス動画公開してるので、おそらくそれよりあと後日に撮ってるはずなんですよね、今回出してきた疑惑を晴らすためのタイムラプス動画っていうのは。っていうことは、後日に出してきたタイムラプスの方が地球の向こうに太陽が隠れてる時間が長いとしたら、これからどんどん地球の向こうに太陽が隠れてる時間が長くなっていくっていう時系列で、前澤さんは ISS に滞在していたんじゃないんでしょうかと思うのが僕は自然だと思うんですけど、わからないんですけど、僕ら素人にはその ISS の動きっていうのがどうなってるのか。だからめちゃくちゃ疑惑が深まってしまったんですよね。より逆にっていうんですかね、宇宙に行ったことを疑われていることを晴らすために出してきたタイムラプス動画はさらに僕らの疑惑を深める内容だったと。あのタイムラプス動画を見れば、15分間は太陽が全く沈んでしまっている時間を過ごせるはずなんですよね。で、それが16回、1日のうち16回あると。だから最大で4時間太陽が沈んでる時間帯があると。で、前澤さんは圧倒的に暇なはずだと。そら暇だと思うんですよ、さすがに。でも、まだわからないんですよ。これから前澤さんは星が瞬かない星空を僕ら撮影した動画で撮影したものを僕らに見せてくれる可能性はまだあります。なんせ前澤さんでも到着した時に本当に宇宙はあったんだって発言するぐらい、宇宙が本当にあるかどうかはわからないようなものだと思うんですよね。なので今年1年ありがとうございました、来年もどうぞよろしくお願いいたしますという話でした。良いお年を。芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。